ーの皆さんどうもこんにちは、勇者アキラです。今回はこちらをねちょっと見てもらおうかな。まずはこれ動画でですね、イージーサイドボックスハイドロディップしてかっこよくしちゃうぜイエーイってやって大失敗したやつなんですけど、大失敗してこんなことになっちゃってますけどね。はい、今回はこちらを、リメイクしようかなと思ってます。はい、っていうのも私最近ね、またこのアンジェラスペイントの塗料を買いました。こちらのネオンシリーズのパラダイスパープルっていうのとポップサイクルグリーンっていうやつ買ったんで、まあ、こんな感じですね。あ、なんかこの蓋の上についてるやつがちょっとのいちゃってますけど、こんな感じのね、色の緑と、はい、あとこんな感じの紫買いましたんで、こちらを使ってちょっとカスタムしていこうと思います。またリベンジね。で、まあ一遍これバラして、塗装を一遍全部剥がして、で塗り直して OK みたいな感じなんで、早速ねちょっともうやっていこうかなと思います。それじゃあ工作スタート。はじめ。パパラパラパラパパパラパパラパパパラパパパパパパパラパパパラパパパパパパラパパパンパンパラパパパンパンパラパパパパラパラパラパパパ。お、来た来た来たよ来たよ来た来た、溶けてきた溶けてきた、頑張れ頑張れ、取れた、熱くない、オッケー。はいはい、こんな感じでバラバラにしましたんでね、まずじゃあ次塗装剥がしていこうと思います。試しにちょっとこれ使ってみようかなと思うんですよね。このアンジェラスペイントのこれ、塗装剥がすのすげえよく落ちるんですよ。これちょっとこれ使ってみます。これ何なんでしょうね、成分はなんかすごい刺激臭がするんで、アルコール系なんですかね。僕そこら辺の知識全然皆無なんであれなんですけど、これでちょっとこすってみよう、ゴシゴシっと。うわ、すごい、すげえ、あら、めちゃくちゃ落ちるじゃないん、これすごいね。なんかメイク落としみたいやね、これすげえ気持ちいい、やっば、めちゃくちゃ落ちるんですけど、これすごい。今こんな感じでね、これでちょっとゴシゴシしたら結構落ちたんで、結構いい感じにのきましたね。うん、すごいね。はい、で最後にちょっとこのピカールで一回磨いて、こちらの密着論を拭いて、塗装していこうと思います。ということで密着論を拭いてきました。 OK で今からペイントしていくんですけど、こちらのね色を塗っていく前に先にホワイト、こちらを塗ってね、その上から、こいつらを塗っていこうと。まあなんか先に白を塗ってから塗った方が、発色が良くなるらしいんですっていうことで、こちらのね、いつもでは以前使ったこちらのトゥーハード、硬いものにペイントするときに使うやつ、混ぜるやつですね。1対1で混ぜるんですけど、まあ、これ混ぜてね、塗っていこうと思います。はい、こんな感じで、塗装完了ということで、この上にね、ちょっとクリア拭いてきます。はい、ということでクリア拭き終わりましたんで、今から組み上げていこうと思います。もう今からはね、ノンストップでいこうと思います。ふう。
ペンペペンペペンペレペペンペペンペペペンペペンペレペペンペペンペペンペレペペンペペペンペペンペペンペレペペン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 こんな感じです。もう大満足ですね。まあいつぞやにね失敗したイージーサイドボックスをリメイクということで、今回やらせてもらったんですけど、まあ雰囲気出ていいかなと思います。もうこれ見ての通りなんですが、初号機風カスタムですね。はい、この風初号機風ね、これ大事ですから、初号機風っていうの大事ですからね。はい。でまあもう工程はね見てもらっての通りなんですが、もう普通にペイントして、プラモとかで使われてるデカールをペペッと買っただけなんですけどね、まあいい感じっすね。個人的には良かったかなと思います。でまあどうしてもね、僕これ筆塗りなんでどうしても色ムラが出ちゃうんですけど、まあそれもまた一つの味かなってことにしときましょうね。はい。でもう動作ちゃんと動きますね。ここもプラスとかマイナスも OK だし、で、乗せるとこんな感じですね。はい。かっこいい。かっこいいじゃん、これ。はい。いいですね。OK。はい。ということでね、今回の動画はここで終了ということにさせてもらおうかなと思います。動画を最後まで見てくださった皆さんね、本当にどうもありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それでは、この次も、サービス、サービス！